では今回は X バンドという GUI を使って赤い経験あるように入力ファイルを作る方法を説明していきます。 X バンドはグリーン関数法のバンド計算コードである SPKKR を作っている、グループが提供しています。この SPRKKR を Google で検索していただくとこちらにある X バンド、こちらにあるホームページが得られて X バンドのボタンを押すと、その情報が出てきます。で今回はちょっと、導入方法は省略しますけど使い方を説明していきます。まずターミナルを開いてターミナル中で X バンドと入れてエンターを押します。そうすると X バンドの GUI が起動します。で基本的にはこちらから順番に上から順番にこうと行っていけばいいです。ではまずディレクトリの設定からいきます。ここに Win2 系と同様にここにディレクトリ検査するディレクトリの場所を指定します。ここから選択するいくつかディレクトリを選択することもできるので、選択しても良いです。例えばこのようにして行います。でさらに、新たに計算する系のディレクトリを作る必要があるのでスラッシュを入れてさらに名前を入れディレクトリに新たしい名前のディレクトリを記入します。今回は、どの系でもいいんですけどとりあえず何か計算してみましょう。例えばチタンニッケルでサーチをかけて例えばこの計算しやすそうなチタンにニッケルにしてみましょうか。このサーチのボタンを押してこのようなことですね。ちょっと複雑系なのでもうちょっと単純な系の方がいいかなとは思いますけれどもまあとりあえずやってみましょう。それで、こちらの方チタンにニッケルとします。そして、クリエイトニュープラスチェンジディレクトリのボタンを押します。あ、今ちょっと試しにやった時にあるので、作ってあるのでありますよって出てきましたけどあまり気にしないでください。でこれを押していただいてその後に、クローズのボタンを押します。そしたら、ディレクトリができているはずです。でクリエイトシステムのボタンを押します。で、まずどこからやるかといいますとストラクチャータイプの部分は飛ばして次のこちらのスペースグループのボタンを押します。そして、こちらの方が227番なので、227番のものを選択します。この227番2つあるんですけども、間違っていたら、こちらに書いてある、マルチプリシティやワイコフ、サイトシンメトリーや XYZ が合わなくなるので、その時はまたやり直してください。で、今回の場合は特に1つ目ではなくて下の方が対応することが分かっています。で、次に、格子秒数を入力します。こちらはオングストロームで入力します。ここにはナノメートル単位で書かれていますので、10倍した値をこちらに入力してください。例えば、11.307 とします。そして ABC は一緒で、ですから、もうこのままでよくて、コンファームのボタンを押します。で、この後、この赤い部分のオングストロームから、ボア単位、原子単位に変えるボタンを押します。そしてインプット OK のボーンにします。で次に、サイトを選択します。こちらに書かれているものとほぼ同じものを探せばいいです。例えば、ニッケルだったら、もうマルチプリシティが32、そして、ワイコフが E、でそして、サイトシンメトリーは .3m。まあ、このサイトシンメトリーは微妙に違っていることもあるんですが、あまり気にしないでいいです。で、大事なのは XYZ が合うかどうかです。で、ちょうど合っていますので、これです。で、X はここに書いてあるように、0.213 ですので、0.213 と入力して OK します。で、次にチタンの方を見ていきます。チタンは48ですから、48、これですね。で、YCOF が F。そして左右とシメトリーで X8 分の1、8分の1ですからこれでいいです。でこれで 0.436 をここに入力します。そして良ければ OK です。で次にチタン2の方を見ていきますと 16C の .bar3m の000とあります。これに対応し、これが対応しますのでこれにボタンを押します。そしてオールトン。でこの後の画面になったらどうしますかというとここのところにクリックします。この中をクリックします。そして、まあ、最初はこの原子位置が、ニッケルに対応しますので、
をニッケルとこのスペシファイオキュパントのボタンを押して、周期表が出ますからニッケルを押します。で、同様に他の部分のところもボタンを押します。そうするとここのサイトは、チタンが対応しますので、このように設定します。でさらにまだ下の方にまだ記入されてない部分があるので、こちらも押してこのようにして設定します。それが終わったら今度はこっち左側から順番にこのようにボタンを押していきます。特に気にすることなく順番にボタンを押していってください。そして OK ランで小ストラクチャーで見てみましょう。でまずユニットセルリピティとアロングプリミティブアクシズというボタン、こちらの左上のボタンを押して X クリステンチェックを入れてランビジュアライザーをボタンを押します。そうするとこのように構造が出てきます。ディスプレイでアトムシンボルも入ってるはずですね。一回チェックし直すとこのように出てきます。それでこのように、こちらの構造正しいかどうかを見てください。それで、この構造には、X と書かれた部分が出てくると思うんですけども、これは、スキーマのところに何もない原子を入れます。KKR4 の場合は、マフィンティンポテンシャルを使っていることがありますので、マフィンティンポテンシャルの場合は、何もない空間のところを計算するのは非常にまずい、精度を落とすことになりますので、何もない原子が原子が張りそうなぐらい大きな何もない部分がある場合には、このように、空の原子番号ゼロのものを置いて精度を高めるということを行います。これでよければエグジットします。で、これもクローズします。ちょっとここもいきませんね。で、ここもいいので、ここもドン。で、これ以上が終わったらドンリターンします。そして、この赤い KKR のボタンを押します。そして、クリエイトインプットのボタンを押します。そうすると、どの計算手法を選ぶかをこのようにしてします。で例えば、GO だったら、SGF だったら GO ですね。で、この IME というのは、E デルタのことです。で、E ワイド数がこれは 1.2 ですね。で、リラティブタイムがスカラとか、スカラリラティブスティックとかのノンリラティブとか、いくつか選択することができます。で、交換相関ポテンシャルのものも何にするか、VWM でもいいですし、MJW でもいいです。まあ、このあたり選べばですね。で、マグネティックもどうするか。例えば、これ今ノンマグになってますけど、マグネティックすれば、マグネティックのボタンを押せばいいです。そしてで以上でよければ、まあ、このようにすればいいですね。それで、ライトインプットファイルのボタンを押してもらいます。でライトインプットファイルでクイットでもいいですし、あとまたエディットインプットファイルクイットのボタンを押します。でこちらを見てみようなと分かるんですけども、こちらのファイルが、Win つけちゃって申し訳ありません。赤い KKR で使える入力ファイルになります。なので、こちらを、別のファイルで名前をセーブしておけば、赤い KKR で使うことができます。ただし、残念なことに、今回の件では、原子数と原子位置のデータがたくさん多くあります。このようにたくさん大きく、おそらく、単位法に12個を超えるような原子を計算するようになりますと、原子の種類も12個超えてますね、ような、形を計算することになりますと、実験室で買うような、個人用の PC で計算することはほぼ不可能です。で、スーパーコンピューターを使える、旧帝大の、コンピュータ線、スーパーコンを使えば、メモリの問題はなく使えますので、このような複雑な形を計算したい場合には、スパコンを使ってもらって計算していただければと思います。それで、もし個人の PC でも計算したいということになれば、冒頭にも紹介しましたこの SPR-KKR、 こちらは、
こちらのグループに開発問い合わせれば、無料で使うことができます、使えるようになりますので、こちらのプログラムをダウンロードしていただいて、計算していただければ、計算することができます。今回は以上で終わります。